レスリー・マーモン・シルコーは、アメリカ合衆国の詩人、小説家。ラグーナ・プエブロ族、メキシコ人及びアングロサクソン系白人の血筋を引く、現代アメリカ先住民文学の代表的作家の一人であり、アメリカ先住民初の女性作家でもある。とりわけ、戦争後遺症に苦しむ根欠先住民の青年が、メディシンマンとの交流を通じて、大自然との調和、 部族への貴族意識を回復していく物語、儀式で知られる。デスリー・マーモン・シルコーは1948年3月5日、アルバカ・アーキのラグーナ・プエブロ保留地に生まれた。ラグーナ・プエブロ族やナバホ族などのアメリカ先住民の保留地があるニューメキシコは、メキシコと国境を接し、スペイン人の入植地であったことから、様々な文化が交差、交流する地であり、白人の入植以来、 土地を追われ、キリスト教文化を教養された、先住民は、部族の伝統文化に、白人文化を取り込み変容させながら、その伝統を守り続けていた。ラグーナのマーモン家は、南北戦争において大佐であったオハイオ出身の、ウォルター・ジー・マーモンが1868年にこの地に、定住したことに始まり、ウォルターの弟ロバート・ジー・マーモンとニューメキシコ州、パグエと生まれの女性が、 シルコーの祖祖父母にあたる。写真家、リー・マーモンは、シルコーの父であり、教編で、写真集、プエブロの創造力を出版している。シルコーは幼い頃から、親戚の女性から、インディアンの神話、伝説、伝承などを語り聞かせられて育った。特に祖母のリリーと父方のスージー・おばさんは、部族文化の伝承において、シルコーに大きな影響を与えた。 スージーおばさんは、祖父、ハンク・マーモンの弟、ウォルターの妻で、ペンシルベニア州、カーライルのインディアン寄宿学校で教育を受け、母や祖母と同じように身近な存在であった。インディアン事務局が運営する寄宿学校に通い、1969年に、ニューメキシコ大学で英語を専攻し、学士号を取得した。さらに、ニューメキシコ大学法科大学院に進んだが、 1971年に短編、雨雲を届ける男により、全米芸術基金から助成金を受けたのを機に、執筆活動に専念するために、中途退学した。なお、1970年に、ジョン・シルコーと結婚して、以来、レスリー・マーモン・シルコーを名乗っている。アルバカーキ1974年、最初の著書、ラグーナ城を発表し、 プッシュカート出版社主催のプッシュカート少子部門を受賞。アラスカ州西南部の港湾都市ケチカンに移り住み、小説、儀式の執筆に取り掛かった。1975年、ナバホ族の老夫婦の死での旅路を描いたララバイが同年のアメリカ短編小説決作戦に掲載された。シルコーの代表作、儀式は1977年に出版された。 法約は1982年に悲しきインディアンとして、小文社から出版され、さらに16年後の1998年に儀式に解体された審判が、講談社文芸文庫として刊行された。第二次世界大戦から帰還し、戦争後遺症に苦しむ青年帝王は、ラグーナ・プエブロ族とメキシコ系アングロ・サクソンの根欠であり、 幼い頃から根血の死生児として部族社会から阻害されていた。いとこのロッキーは白人社会への同化が期待される純血の先住民であったがフィリピンのバターン氏の行進で日本兵に殺された。西欧の小説形式に部族の交渉伝統を融合させたこの作品で主人公テイオはメディシンマンのベトニー老人による治癒への新しい儀式により 人間と自然のつながり、そして根結としてのアイデンティティ、部族への帰属意識を回復していく。シルコーは、原住民を千年も二千年も土地とつながっている人々と定義し、土地への帰属感、土地の霊との結びつきが精神的安定をもたらすこと、また、アメリカ先住民に限らず、すべての原住民の交渉文学に貴重な洞察があることを指摘する。 この小説では人間は頼りにならない。誘惑に負けて自然との均衡、調和を失ってしまう。回復するためにはどんなに苦しく困難でも一種の儀式が必要であることを訴えたかったという。さらにこの小説は物語という行為に本来備わっている力について書いたものであり、昔語りをしたり、歌を歌ったりして病気を治し災難から身を守ること、 これはプエブロに古くから伝わる儀式である。しかも、物語の多くの部分は、聞き手の中にあり、語り手の役割は物語を、聞き手から引き出すことであり、このようにして、物語は、私たちを結びつけ、全体を維持し、家族を一緒にし、部族を一つにすると語っている。トーマス・モラン作、インディアン部族、プエブロ、ラグーナ、ニューメキシコ1908年小説、儀式は、 高い評価を受け、現在、多くの高等学校の教科書や、大学のシラバスで取り上げられている。1981年に、マッカーサー基金により、創造性探求における、並外れた、独創性、献身性及び顕著な自主独応力を示した、才能豊かな個人に贈られる、天才助成金を受けて、執筆活動に専念。同年、地、短編。 部族の物語、写真を含む作品集、ストーリーテラーを発表した。1985年には詩人ジェームズ・ライトとの書簡集、ベース編みの繊細さと強さが出版された。これはジェームズ・ライトの没後、彼の妻・アン・ライトが編纂したものである。1991年に発表された死者の小読みはアメリカ合衆国、メキシコ、アフリカ、アメリカ大陸、 第五世界、一つの世界、多数の部族の六部構成により、五世紀以上に及ぶ、アメリカ大陸の精神史征服者ではなく非征服者の視点から再創造しようする壮大な試みである。この作品について、シルコーは歴史に一つの人格を与えようとした。祖先の例に憑依された感じだった。伝統的な人物描写から逸脱するとしても、 それとは違う考えに取り憑かれて、理由をきちんと説明することはできない。時とか、古い歴史観とか、生きている語りとか、そういうことなのだと思うと語っている。1999年出版の砂丘の庭園は、白人兵士に家と家庭を破壊され、まともな若い女性としての教育を受けた、先住民の少女インディゴが、欧州の諸都市やブラジルのジャングルへの旅を通じて、 自らの中で、ほとんど対極的な先住民文化と白人文化の折り合いをつけようと葛藤する物語であり、これまでの作品に共通するテーマを、フェミニズム、奴隷制度などより、複雑な文脈に位置づけて発展させている。シルコーは、アリゾナ州のナバホコミュニティカレッジ、ニューメキシコ大学、アリゾナ大学で教鞭を取った。ありがとうございます。